広報岐阜2016年9月1日号残暑の厳しい日が続いていますが皆様お元気でいらっしゃいますかでは内容をご紹介しましょう9月1日は防災の日地域防災力を高めよう市長の元気宅配便第306回再確認 地震に対するいつもの備え、いざという時のために命を守る一人一人の防災対策、お知らせ、意見を募集します。浄化層から薄い貯留タンクへの転用に補助、その他、案内、障害学習による町づくり人材養成事業、 公開講演会人がつながる学びの場の作り方女性センター相談室はじめました女性のための夜間電話相談などのご案内以上です9月1日は防災の日地域防災力を高めよういつ発生するかわからない自然災害 近年南海トラフ巨大地震をはじめ台風やゲリラ豪雨など自然災害の脅威が高まってきていますこうした災害に備え学校と地域住民が連携して防災について学ぶ1泊2日の防災キャンプがゴー土小学校で行われました今年で2年目の取り組みとなる防災キャンプには6年生の児童や保護者 地域住民らが参加、浸水時の歩行の難しさなどを体験する着衣営や自分たちの住む地域の危険性や避難経路などを調べる災害頭上訓練に挑戦したほか体育館に段ボールを並べて寝泊まりするなど本番さながらの避難所生活を体験しました災害時には自分の命は自分で守る自助 だけでなく周囲の人たちと助け合う共助も大切日頃から地域とのつながりを密にしいざという時に備えて地域防災力を高めましょう洋服を着用したまま水中を歩行浸水時の避難の大変さを実感しました地域の危険場所や安全な避難経路を調べる 災害頭上訓練保護者らとともに真剣な表情で臨みました問い合わせ先都市防災政策課防災対策課電話番号267-47632016リオデジャネイロオリンピック夢と感動をありがとう 岐阜市在住出身選手の皆さん。金藤理恵さん、競泳、金メダル獲得。小林健二さん、競泳、8位入賞。松原理恵さん、新体操、8位入賞。大健闘。今井ルナさん、競泳。中島美恵さん、ホッケー。竹内彩さん、 七人制ラグビー。市長の元気宅配便第306回。スポーツの秋、スポーツの力。市長、細江茂光。今年は例年通りの暑い夏に加え、眠い夏になった皆さんも多かったのではないでしょうか。 オリンピック・パラリンピックの開催地、ブラジル・リオデジャネイロは、地球の裏側にあたり、時差が12時間のため、昼と夜が逆転し、睡魔と戦いながらのテレビ観戦となった人も多かったと思います。特に今回は、4年後に東京オリンピック・パラリンピックを控えていることもあり、日本選手の大活躍が大いに印象づけられた大会で、 一時も目を離すことがででできななかかったのではないでしょうか開催前にはドーピング問題による混乱テロなどの治安上の問題自家熱を懸念した一部選手の出場辞退騒ぎなどさまざまな不安も報道されていましたが結果として特に大きな事件事故もなく無事にリオオリンピックが閉幕したことは嬉しい限りです これから開催されるリオパラリンピックも同様に無事に終わることを祈っています。この大会で日本選手団が獲得した金メダルの数は12個で、日本オリンピック委員会が設定した目標14個にはわずかに届きませんでしたが、金、銀、銅を合わせた合計獲得メダル数は目標の30個をはるかに上回り、 史上最多の41個となったのは嬉しい限りです。4年後の東京大会への期待が大いに膨らんだのは私だけではないと思います。岐阜市ゆかりの選手たちの活躍にも目を見張るものがありました。特に競泳では岐阜市在住の金藤理恵選手が女子200メートル平泳ぎで金メダルを獲得したことは 驚きを超えまさに感動の物語でした北京オリンピックでは7位であったもののその4年後のロンドンオリンピックには怪我で出場できず引退の2文字が頭をよぎったそうですそんな中コーチの励ましと自身による壮絶ともいえるほどの猛練習によって今回の結果を出したことは多くの人々に大きな感動とともに 何事も諦めなければできるのだという励ましや勇気を与えてくれましたこのようにスポーツは人を感動させ励まし勇気や希望を与えてくれる偉大な力を持っていますスポーツは人間が本来持っている闘争心を平和な形で消化してくれる力を持っていますまた自分自身の体力や 置かれた環境にあったスポーツは、心も体も元気にリフレッシュし、健康寿命を長らえる力を持っています。皆さん、スポーツの秋に、このスポーツの持つ様々な力を大いに満喫してみてはいかがですか再確認、地震に対するいつもの備え、いざという時のために命を守る一人一人の防災対策。 防災や減災災害における被害を最小化するのためには自分の身は自分で守る自助が肝心です災害時にどのように自分の身を守るかを知っておきましょう災害発生時に取るべき行動や普段の備えとしてできることを紹介します地震発生その時命を守るために 自分の身を守るため、冷静さを失わずに対応を、取るべき行動を覚えておきましょう。緊急地震速報で得られる数秒から数十秒が身を守る。緊急地震速報とは、地震が発生した際に最初に到達する小さな揺れと、その後到達する大きな揺れの伝達速度の差を利用し、 震源近くの地震計で小さな揺れを感知すると、震源の位置、地震の規模、想定される揺れの強さを瞬時に計算し、地震の大きな揺れが到達する数秒から数十秒前に、テレビやラジオなどを通じて、強い揺れが来る地域をお知らせします。岐阜市有公共施設での緊急地震速報の伝達。 岐阜市で震度4以上他の地域で震度5弱以上の地震が発生すると予測される場合岐阜市役所本庁舎南庁舎岐阜消防本部岐阜市民病院岐阜市内小中学校及び特別支援学校などの岐阜私有公共施設で放送します。1. 大きな揺れを感じたり、緊急地震速報を聞いたら、テーブルや机の下に隠れる、頭を座布団やクッションで保護して揺れが収まるのを待つ。家具や家電製品の点灯落下、ガラスの飛散から身を守る。地震は不意に襲ってきます。こんな時は。寝ている時、床で寝ていれば寝具に潜り込む。 ベッドで寝ていればベッドの下に隠れるトイレや浴室ではドアを開けて避難口を確保台所テーブルなどの下に隠れ飛散物に注意屋外住宅地では路上への落下物や倒壊物ブロック塀に注意オフィス街や繁華街ではガラスや外壁看板などの落下に注意 山や丘陵地では落石に注意し、休憩者地などの危険な場所から遠ざかる。お子さんがいる家庭では、あらかじめ通園通学先への迎えの対応なども決めておきましょう。二、揺れが収まったら、すぐに火の始末を、ガスコンロなどの火を消す。ドアや窓を開けて避難口を確保。 靴やスリッパを履く。飛散物から死を守る。非常持ち出し品を用意。テレビやラジオなどで情報を収集。余震に注意、周囲の様子を確認。三、避難するときは、ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切る。あらかじめ決めておいた場所へ避難する。 隣近所の安全を確認。地域の高齢者や障害のある人、子供たちの安否確認を。救助、救護や消火活動も。被害予想や避難場所を把握する。ハザードマップで被害予想を把握する。岐阜市総合防災安心読本は、地震、洪水、内水、 土砂災害のハザードマップを掲載しています。自宅周辺や勤務先、通学先周辺でどのような被害が予想されるのかを把握しておきましょう。避難場所、避難所を把握する。自宅や勤務先、通学先から近い指定緊急避難場所、公園や学校のグランドなどの空き地、指定避難所、 学校の体育館や地区の公民館、民間施設を把握しましょう。実際に歩いて避難経路や所要時間、目標物や危険箇所を確かめておきましょう。避難場所や避難経路はあらかじめ複数決めておきましょう。3月に各世帯へ配布した岐阜市総合防災安心読本や岐阜市ホームページで 各種ハザードマップや指定緊急避難場所、指定避難所の位置をご覧になれます。岐阜市総合防災安心読本は、都市防災部や市民課各事務所で希望者に配布しています。正しい情報を入手するために、信頼できる情報源から正しい情報を入手しましょう。 災害発生直後は悪質なデマやいたずらに不安感、恐怖感を煽る誤った情報が流布されます。審議を確認し、冷静に対応しましょう。岐阜市は次の手段で情報を発信します。岐阜市内471カ所の防災行政無線、屋外スピーカー、放送内容、 岐阜、美濃中西部で震度4以上の地震発生が予測される時の緊急地震速報や避難準備情報、避難勧告、避難指示、国から配信される災害情報などを放送します。また、毎日午後5時にはウェストミンスターの鐘の試験放送を行っています。放送内容が聞き取れなかったときは、 防災行政無線テレフォンサービス0800-200-6931通話無料058-267-5010通話料有料24時間以内の放送内容が確認できます f m ワッチ c i t y f m 岐阜7 8 5 m h z での災害時緊急割り込み放送平常時には毎週金曜日午後1時10分から15分に防災広報番組聞いて納得防災タイムを放送しています災害情報配信サービス配信内容1岐阜市内の大雨・洪水・暴風に関する 注意報、警報などの気象情報。2、岐阜県内の震度3以上の地震情報。3、岐阜市内の避難勧告、避難指示などの災害情報ほか、登録方法。携帯電話のカメラ機能を使って広報岐阜掲載の二次元バーコードを読み取り、カラメールを送信するか、 alert.bousaimail.city.gifu.gifu.jp 宛てにカラメールを送信してください折り返しメール配信登録完了岐阜市メールが送信されて登録完了ですなお登録を解除する場合は 直接防災対策課までご連絡ください。緊急速報メール災害発生時、岐阜市内にいる NTT ドコモ、au、ソフトバンクの携帯電話をお持ちの人に一斉に災害避難情報を配信。使用料は無料です。配信内容緊急地震速報、避難準備情報、避難勧告、 避難指示、警戒区域情報、土砂災害警戒情報、東海地震予知情報、指定河川洪水予報、長良川、木曽川、伊じら川、国民保護に関する情報。なお、お持ちの携帯電話がサービスに対応しているかは、各事業者のホームページでご確認ください。設定変更が必要な場合もあります。 ホームページ、岐阜市防災情報岐阜市防災検索で確認できます家具、家電製品の点灯落下、ガラスの飛散を防止する生き残ってからのことよりもまず生き残るため死なないための対策を地震発生時には家具が点灯することにより 下敷きになって怪我をする逃げ道を塞がれ避難が遅れてしまうなどの被害の危険があります地震発生直後の命を守るためにまずは身近な空間の安全確保として家具固定を実施しましょう家具や家電製品は固定する家具は L 字金具や突っ張り棒で固定する 家具の下に滑り止めを敷く、くさびを入れる。重いものを下に、軽いものを上に収納し、重心を低く。家具の上に物を置かない。テレビは点灯防止用バンドやスタンドで背面やテレビ台と固定する。ガラスなどの飛散を防ぐ。窓ガラスや食器棚のガラスなどに飛散防止シートを貼る。 食器棚などの開き扉は掛け金などを使い扉が開かないようにする吊り下げ型照明器具はワイヤーなどで補強または固定型に変える避難時の通路を確保する避難時の通路となる廊下やドア玄関には家具や荷物を置かない寝室や高齢者子どもの部屋には 大型家具を置かない。家具や家電製品が倒れても安全な位置で就寝する。火災を防ぐために。カーテンは防炎加工品を使用する。ガスコンロなど火元付近には物を置かない。火元付近に消火器を備える。浴槽に水を張る。 家具固定器具の取り付けを行っています。タンス、本棚など家具製品を除く寝室の家具2点まで金具代は申請者の負担で家具固定器具を取り付けています。申請方法など詳しくはお問い合わせください。対象者1、65歳以上の高齢者のみの世帯に属する人2、 要介護認定者。三、身体障害者手帳。療育手帳。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人。問い合わせ先は都市防災政策課。電話番号267-4763番です。避難行動要支援者名簿へ登録を。災害時に 避難のための支援が必要な人避難行動要支援者を地域みんなで助ける仕組みを作るために本人や家族の申請に基づき名簿を作成し自分の個人情報を平常時において提供することに同意された人については自習防災組織自治会民生児童委員消防団及び 社会会福祉協議会に名簿を提供していますこの情報をもとに誰がどのように支援を行うかを決めたり個別計画の策定災害時における避難支援や安否確認が行われます。なお名簿への登録や個別計画による支援は第三者の善意によるものであるため必ずしも避難支援が 行われるものではないいことをご理解ください対象者体が不自由などの理由で災害時に自力または家族などの支援だけでは避難することが困難であり第三者の支援を必要とする在宅の人施設入所長期入院は除く登録方法移行調査書に必要事項を記入し 防災対策課、介護保険課、高齢福祉課、障害福祉課、地域保険課に提出してください郵送も可能です命を守るのは隣近所の助け合い自宅で被災したとき、隣近所の助け合いが命を守ることにつながります地域の自主防災組織が開催する 防災訓練などへ積極的に参加しましょう。問い合わせ先は、都市防災政策課防災対策課電話番号267-4763番です。お知らせ。まずはじめに、意見の募集について。特定個人情報保護評価書、重点項目評価書。 素案社会保障、税番号、マイナンバー制度の導入にあたり特定個人情報の保護や漏洩などのリスクを軽減する市の対策を定めた特定個人情報保護評価書重点項目評価書素案について意見を募集します募集期間 9月1日木曜日から30日金曜日、筆着、応募資格、次のいずれかに該当する人。1、市内在住、在勤、在学。2、市内に事務所、事業所がある。法人その他の団体を含む。3、本案件に利害関係がある。募集結果。 ご意見は市の考え方とともに整理して公表します。直接回答はしません。ご意見以外の個人情報を公表することはありません。提出いただいた書面などは返却しません。公表場所、募集先、市政情報コーナー、本庁舎低層部1階。 各コミュニティセンター、市民活動交流センター、岐阜メディアコスモス内、市ホームページ、応募方法、意見と住所、氏名、電話番号を明記し、郵送、ファックス、E メール、または直接各募集先へ、ただし市外の人は、在勤、在学、 事務所、事業所を有する、本案件に利害関係を有する、利害関係について簡単な記述も、のいずれかを明記して提出してください。募集先、問い合わせ先、1、介護保険に関する事務、再評価は、介護保険課、郵便番号500-8701、 今沢町18本庁舎構想部4階電話214-2093番フ f クス2 6 7 6 0 1 5番 e-mailk-a-i-g-o アットマーク cit.gifu.gifu.jp y 2、福祉医療費女性子供に関する事務、新規は、福祉医療科、本庁舎構想部1階、電話21、214-2127番、ファクス26、264-5090番、e-mail ーー、f-iryou アットマーク、 city.gifu.gifu.jp です次は浄化層から雨水貯留タンクへの転用に補助について下水道への切り替えで不要になった浄化層を雨水貯留タンクとして再利用し 庭木の山水などに利用しませんかその工事費の2分の1、5万円を上限を補助しています。廃棄物の抑制や水道料金の節約にもなります。問い合わせ先、自然環境課、電話、214-2154番です。次は、 下水道事業受益者負担金の納付について下水道事業受益者負担金第2期分の納付は9月30日金曜日までに分割納付を選ばれた人は7月にお送りした納付書で納,書で納めてください問い合わせ先上下水道事業部営業課電話 259- 番です。次は結核予防習慣について9月24日土曜日から30日金曜日は結核予防習慣です結核は決して過去の病気ではありません現在も全国で年間約1万9000人市で年間約80人が 新たに発病しています。結核は、6ヶ月から9ヶ月間、毎日きちんと薬を服用すれば治る病気です。結核は早期発見が大切です。発見が遅れると症状が悪化し、家族や学校、職場などで周りの人へ移す危険が高くなります。1. 咳や痰、発熱などの症状が2週間以上続く場合は要注意です。早めに医療機関を受診しましょう。2、特に高齢者の結核が増えています。体重減少、食欲不振、元気がないなど、いつもとは違う症状に注意しましょう。 周りの人も高齢者の異変に気づいた場合は医療機関の受診を進めてください。3年1回胸の X 線検査を受けましょう65歳以上の人は年1回の結核検診胸の X 線検査が義務付けられています市では20歳以上の市民を対象に無料で 肺がん結核検診を実施しています予約は不要です日程会場を市ホームページまたは広報岐阜などで確認してご利用ください問い合わせ先保健所地域保健課電話252-7191番です次は 節目歯科健康審査について節目歯科健康審査を受けましょう対象者昭和60年55年50年45年40年35年30年25年20年生まれの人6月末にお知らせはがきをお送りしました 対象者で転入などにより届いていない人はお問い合わせください受診期限来年2月28日火曜日休診日を除く実施場所節目歯科検診のポスターが掲示してある市内の歯科医院自己負担金510円生活保護世帯の人は無料ですので 受診前にお問い合わせください問い合わせ先健康増進課電話252-7193番中市民健康センター252-0632番南市民健康センター271-8010番北市民健康センター2 3 2 0 1番 7681番です。次は、全国一斉、高齢者、障害者の人権安心相談、教科習慣、電話相談所の解説について、高齢者や障害のある人の相談を、人権擁護委員や法務局職員が無料でお受けします。日時、 9月5日月曜日から11日日曜日の月曜日から金曜日は午前8時30分から午後7時土曜日日曜日は午前10時から午後5時相談電話番号電話0570-003-110番 問い合わせ先、岐阜地方法務局人権擁護課市人権啓発センター、電話214-6119番です。次は、働く人、事業主のための労働何でも相談について、労働に関する相談や、 各種保険の申請手続きを案内する窓口です。職業斡旋は行いません。社会保険労務士が無料で相談をお受けします。日時、毎週金曜日、祝日を除くの午前9時から午後4時、場所、市民相談室、 本庁舎低層部2階事前申し込み不要直接窓口までお越しください問い合わせ先産業雇用課電話214-2358番です次は職業相談のご利用について就職を応援する 無料相談窓口です。職業圧戦は行いません。高齢者や障害のある人もぜひご相談ください。日時、火曜日から金曜日、祝日を除くの午前9時から午後4時30分。場所、市民相談室、本庁舎低層部2階。 事前申し込み不要直接窓口までお越しください問い合わせ先「産業雇用課」「電話214-2358番」です次は「知っていますか香りが苦手な人がいることを」について香りの感じ方には個人差があり 香料が苦手な人もいます。また、香水や柔軟剤、洗剤、シャンプー、生姜剤などに含まれる香料は、アレルギー体質や化学物質過敏症の人にとって、微量でもアレルギー症状や喘息などを誘発することがあります。商業施設など人が集まる場所に出かけるときや、 公共交通機関を利用するときは、工量の使用を控えるなど配慮をしましょう。市の施設では、化学物質による健康被害を防ぐため、工量の自粛をお願いしています。問い合わせ先、保健所生活衛生課、電話252-7195番です。 次は第70回全国レクリエーション大会 in 岐阜「清流に楽しさ笑顔夢いっぱい」について平成28年9月23日金曜日から25日日曜日子どもも高齢者も障害のある人も誰もが楽しめ 健康づくりが期待できる岐阜県初開催のレクリエーションの祭典です。全国からレクリエーション愛好家が集まり、楽しみながら交流を図る種目別交流大会などが38種目。さらに、レクリエーション関係者、研究者と一緒に競技、体験しながら学び合う研究フォーラムが 40セッション開催されるなど今までにない規模の大会となります県内全ての市町村で1つ以上の種目が開催され岐阜市でも6種目が開催されます岐阜市開催種目一覧種目 3B 体操期日9月25日日曜日場所 岐阜メモリアルセンター出会いドームジョギング9月25日日曜日長良川公園高橋直子ロードフラットゴルフ9月25日日曜日技用運動場ミニテニス9月25日日曜日 OKB、OK、岐阜清流アリーナ軟式野球9月17日土曜日18日日曜日24日土曜日予備日25日日曜日長良川球場岐阜ファミリーパーク球場八草球場岐阜市民球場 グラウンドゴルフ9月23日金曜日岐阜メモリアルセンター補助競技場芝生広場体験コーナー誰でも参加でき無料でレクリエーションスポーツやクラフトを体験できます会場期日1長良川国際会議場は 9月24日土曜日25日日曜日 2JR 岐阜駅北口駅前広場信長夢広場は9月24日土曜日3岐阜メディアコスモスみんなの広場カオカオは9月25日日曜日会場により 実施内容が異なります。問い合わせ先、全国レクリエーション大会推進事務局、岐阜県清流の国推進部内、電話272-8764番、実施種目などについては、NPO 法人、岐阜県レクリエーション協会、電話 295- 7257番です。次は健康増進普及月間について9月は健康増進普及月間です。1に運動2に食事しっかり禁煙最後に薬健康寿命を延ばそうがん循環器疾患糖尿病 COPD 慢性、閉塞性、肺疾患などの生活習慣病は死亡原因の約6割を占めており、生活習慣病の予防は私たちの健康を守るために大変重要です。自身の生活習慣を見直し、健康づくりを実践しましょう。気をつけたい生活習慣1。 身体活動、運動。今より10分多く体を動かしましょう。2. 栄養、食生活。野菜を一皿増やし、バランスの良い食事を心がけましょう。3. タバコ。禁煙にチャレンジ。受動喫煙のない健康社会を目指しましょう。4. アルコール。 お酒は賢く楽しくほどほどにを心がけましょう。5. 休養心の健康づくり。良い睡眠で体も心も健康に。6. 歯、口腔の健康。毎日の歯磨きでお口の健康を保ちましょう。問い合わせ先。健康増進課。 電話252-7193番中市民健康センター252-0632番南市民健康センター271-8010番北市民健康センター232-7681番です。案内 障害学習による町づくり人材養成事業公開講演会人がつながる学びの場の作り方町がキャンパスあなたの学びを町づくりに生かそう日時10月29日土曜日午後2時から3時30分場所ハートフルスクエア G 大研修室 講師、加藤信康さん。大名古屋大学幹事、初代学長。定員、100人。申し込み者多数の場合は抽選。受講料、無料。締め切り、10月17日月曜日、必着。渋谷大学は、町を大学のキャンパスに見立てることによって、 町のあらゆる場所を教室にして、渋谷での取り組みは全国に広がり名古屋でも大名古屋大学が開校しました大名古屋大学の立ち上げから初代学長として活躍した講師からつながる場の作り方を学び自分の力を町づくりや地域の活動に生かしましょう 申し込み方法、口座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、往復はがき、一人一枚で、障害学習センターへ郵送、または返信用はがきを持参して、直接センターへお申し込みください。問い合わせ先、郵便番号、 500-8521橋本町1-10-23障害学習センター電話番号268-1050女性センター相談室はじめました女性のための夜間電話相談毎月第1 第3金曜日午後5時から8時までフリーダイヤル0120-786874職場近所夫婦親子嫁姑の人間関係パートナーからの暴力 DV 女性の生き方に関わる身近な問題など お気軽にご相談ください。月曜日から土曜日、祝日、休館日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時も同じ番号で相談できます。柳瀬ジュラシックアーケード2016日時9月10日土曜日11日日曜日 午前10時から午後5時場所柳瀬商店街一帯柳瀬商店街にリアルな恐竜ロボットが出現恐竜をチェックポイントとするスタンプラリー化石発掘体験ペーパークラフト巨大ティラノサウルスと記念写真撮影などイベントが盛りだくさん一部の店舗では 恐竜にちなんだ協賛サービスもあります。問い合わせ先。岐阜柳瀬商店街振興組合連合会内。岐阜ど真ん中夏祭り実行委員会。電話番号262-6261。振り込め詐欺や悪質な電話勧誘の被害防止のために。1。 通話録音装置を無償で貸し出します。貸し出し期間。貸し出し日から1年間。通話録音装置の無償貸し出しを行った人へのアンケート結果では、不審電話がなくなった、減ったが8割。とても安心できた、少し安心できたが9割。2. 悪質電話防止機能のついた装置の購入を補助します。補助金額。購入額税別の2分の1。上限5000円。対象機種。1。振込詐欺見張り隊新 117L-FSM-N117 2. 迷惑電話チェッカー WX07A3. その他同等の機能があり市長が認めた装置電話機内蔵は除く1の無償貸し出し2の購入補助ともに対象者市内に住所を有する65歳以上で 次のいずれかに該当する人。1、一人暮らし。2、高齢者のみの世帯。3、同居家族はいるが、日中は1、または2に該当する。申し込み。申請書を消費生活センターへ郵送、または直接消費生活センター各事務所へ。 なお、申請書は、申し込み先、本庁舎1階市民ホール、または市ホームページで入手できます。問い合わせ先、郵便番号500-8856、橋本町1-10-23、ハートフルスクエア G1 階、岐阜市消費生活センター、 電話番号268-1067月曜日と土曜日の午前9時から午後5時火曜日から金曜日の午前9時から午後7時消費生活店日時9月3日土曜日4日日曜日の午前10時から 午後4時。場所。まさき中。1-2-1。マーサ21。1階。マーサスクエア。参加無料。大人から子供まで楽しみながら消費力をアップすることができます。内容。1。消費生活や消費者教育に関するパネル展示。2。 おもちゃ病院。壊れたおもちゃを修理。特殊な部品などで修理できない場合あり。三、ものづくり教室。廃材を活用した工作。四、リサイクル教室。家庭の身近なものを利用したリサイクル作品づくり。五、ペパー鉛筆作り。六、 悪質症法被害防止の寸劇、福話術、落語など、随時。七、軽量コーナー、三日、飴百グラムを当てるゲーム。八、クイズ、消費者問題に関するクイズ。九、ミニシロバイ乗車体験、四日。十、潜在の実験教室、 3日。問い合わせ先。岐阜市消費生活センター。電話番号26。268-1067。見逃さないで。心のサイン。気分が落ち込み、憂鬱になる抑鬱症状は、本人も家族などそばにいる人たちも気づきにくく、 治療が遅くなると症状が重くなり、回復に時間を要する場合があります。抑うつの症状が疑われる場合、早めに受診することが大切です。次のチェックシートで自己診断してみましょう。抑うつ自己診断チェックシート。東方大学方式。SRQ-D。いいえ、0 時々、1点、しばしば、2点、常に、3点を記入しましょう。質問。1、体がだるく疲れやすいですか ?2、騒音が気になりますか ?3、最近気が沈んだり、気が重くなることがありますか ?4、 音楽を聴いて楽しいですか ?5. 朝のうち特に無気力ですか ?6. 議論に熱中できますか ?7. 首筋や肩が凝って仕方がないですか ?8. 頭痛持ちですか ?9. 眠れないで朝早く目覚めることがありますか ?10。 事故や怪我をしやすいですか。11、食事が進まず味がないですか。12、テレビを見て楽しいですか。13、息が詰まって胸が苦しくなることがありますか。14、喉の奥に物が使えている感じがしますか。15、 自分の人生がつまらなく感じますか ?16、仕事の能率が上がらず何をするのも億劫ですか ?17、以前にも現在と似た症状がありましたか ?18、本来は仕事熱心で貴重面ですかなお、質問2、4、 6、8、10、12の得点は合計に含みません。判定。10点以下、抑鬱つはなし。11点から15点、境界領域。16点以上、抑鬱つ傾向あり。結果にかかわらず、 心の健康に不安がある場合は、かかりつけ医、精神科、診療内科などの専門医へ早めにご相談ください。問い合わせ先、保健所、地域保健課、電話番号25、252-7191。岐阜市の電話番号は26、265-4141。ホームページアドレスは、 http://www.city.gifu.lg.jp email アドレスは soudan.city.gifu.gifu.jp です。以上で広報岐阜2016年 9月1日号を終わります。